着です。さあ、たくさんの方お見えですね。前の方の方よければゆっくり腰を下ろしていただけると後ろの方が見やすいかと思います。あと引き続き被害者などのご利用は周りの方へのご配慮お願いします。あら、カラワン君どうしたの、ギョギョしい感じで。はい、おお、気をつけてね。はい、では、はい、あ、悪魔様も来てくれました。さあ、皆さんステージへ揃いましたら、ちょっとですね、ご当地キャラさんを代表して石田さんに聞いてみたいと思います。はい、今日はご当地キャラのみんなは、何を渡したいんですか。何ですか。あ、いやいや、あっちにいると思ったら、何か、渡したいものがあるということで。はい、はい、あのですね、実は先日、はい、台湾で、あのタッチザジャパンっていうそのイベントがありまして、はいはい、でそこにあの僕らご当地日本ご当地キャラクター協会として、はい、参加してきたんですけども、はい、そこでですね、まあ、ステージパフォーマンスをやったんですが、はいはい、なんと、はい、ベストステージパフォーマンス賞というのをいただいてしまいまして、はい、はい、ありがたいことです、はい、それでね、ちょっとなんですけども、はい、賞金をいただいたんですよ、はい、でその賞金をね、はい、これどうやって使うってみんなで相談した結果、はい、やっぱこれここ今ね、はい、熊本城のこの日の丸広場使わせていただいてますし、はいはい、今こう中長寿とかの工事してる最中になってますけども、はい、熊本城の復興にぜひ使っていただきたいなと思って、目録をそのままお渡ししようと思って持ってきました。なるほど、はい、そういうわけなんですね、はいはい。そして一緒に、行かれたこととん姉さんの木さんにもちょっと一言いただきましょうかね。はい、見えですか、すいません。はい、皆さんこんにちは、向島琴音姉さん事務局のキーと申します。今のタッチザジャパンにも姉さん一緒に参加させていただいたんですが、今日はまたそれとは別にですね、あのお姉さんちょっと手伝ってもらっていいですか。あの琴音姉さんの事務局で春にこういうレジャーシートを作りました。でたくさんのキャラのお友達、まだまだ出ていないお友達もいらっしゃるんですけれども、50体と4人の石田さんもあの出ていただいてるんですけども、あの方々に参加していただいてレジャーシートを、作りました。この販売売り上げからですね、一部を、この参加キャラさんを代表して琴音姉さんが今日あのご寄付をさせていただきたいと思いましてお持ちしました。ありがとうございます。あ、ちなみにこのレジャーシート今日はあの姉さんの奥のところで販売してますので、なるほど、はい、それもまた、はい、はい、力になれるということで、はい、ぜひ、はい、チェックしていただきたいと思います。ありがとうございます。そしてさらにカワン君は、はい、さっきから手に持ってる、はい、地元の子どもたちから預かってきてくれた募金を持ってきてくれたそうですね。はい、ゆっくりで大丈夫ですよ。はい、代読するね。熊本の皆様へ、唐津市のカラワン君です。もっと真ん中行く？大丈夫？はい。唐津の子供たちが一生懸命に集めた募金を持ってきました。熊本の復興にお役立ていただけたら嬉しいです。カラワン君ということですね。はい、ありがとうございます。たくさん持ってきてくれたんだね。はい、ありがとう。ではですね、そういったご当地キャラさんたちの、思いをですね、今日は代表しまして熊本市経済観光局局長中村秀文様に受け取っていただきたいと思います。中村様、ステージへお願いいたします。それでは順番に贈呈を行っていきたいと思います。はい、どういう順番でいきましょうかね。まずはでは石田さんから、はい、お願いいたします。そうですね、みんなでみんなでどうぞしますよ。ゾロ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 、はい、どうもありがとうございます。はい、しっかりと受け取っていただきました。そしてカパルの気持ちも受け取っていただきました。インサキングは結構あれですか。はい、ですか。はい、じゃあ次カドタイネさんお願いします。はい、こちらも皆さんのレジャーシートをご購入いただいた気持ちが詰まっています。はい、しっかりと受け取っていただきました。はい、では最後、はい、カラワン君もお友達から預かった元気の方をお渡しください。いけるかな、全部
中村さんがいけますかね。はい、しっかり、はい、今手元に渡りました。はい、ありがとうございます。さあ、では中村様、来た方ですね。はい、お願いいたします。はい、私、熊本市の経済観光局長の中村と申します。全国から、ご当地ゆるキャラの皆さんにお越しをいただき、熊本のみんなを、応援していただいて元気を与えていただきありがとうございます。ただいま心温まる寄付金をいただきましたけれども、熊本の財産であります熊本城の復旧に使わせていただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ではですね、中村様、ぜひ真ん中に来ていただいて、みんなで記念写真を撮りたいと思います。はい、キャラさん、じゃあもっと前に出て大丈夫ですよ。はい、ふずかっぱちゃんとかもっと前に出てもらって、はい、ではですね、皆さんの、全国の皆さんの思いがしっかり届いたということでね、記念撮影をしていきたいと思います。はい、ちょっと前行っちゃいますかね、大丈夫ですか。はい、ではギューッとお隣同士もくっついて3方向行きますね。まずは正面の皆様、シャッターチャンスです。行きます。はい、ポーズ、3秒いきます。1、2、3。はい、ありがとうございます。ではキャラさんの右手行きたいと思います。キャラさんの右手、ふにゃしーちょっと出れるかな。ふにゃしーお顔見せてあげて。右手だよ、ふにゃしーの、ふにゃしーの右手、反対側かな。はい、行きますよ。はい、ポーズ、3秒いきます。1、コタも反対だね。2、3。はい、 OK です。では今度がふにゃしーの方ね、キャラさんの左手。はい、反対の皆さんいきますよ。はい、いきます。ポーズ、1、2、3。はい、ありがとうございます。キャラさんもありがとうございます。中村様もありがとうございました。さあ、ではですね、石田さん、この後ステージがありますが、その賞を取ったパフォーマンス見せていただけるということで、よかったですかね。はい、はい、この後、台湾で賞を取ったパフォーマンス、ちょっとだけですけど、はい、やりますんで、はい、お待ちください、そのまま。ぜひ、楽しみにしています。はい、というわけで、以上、スペシャルステージになりました。皆さん、もう一度大きな拍手をお願いします。はい、石田さんのステージはこの後13時30分からです。はい、ではキャラの皆さん、あ、ボールペンはこれはカロン君の忘れ物かな。はい、もらった子ね、大丈夫よ、ありがとう。はい、さあ、バタバタでしたが、やっぱりね、こういうイベントに皆さんが来ていただいて笑顔でいてくれることが、コタローね、やっぱりその土地土地にね、元気を与えてくれると思うので、皆さんまたぜひこういう機会があったらぜひ出かけていただきたいと思います。はい、おちゃんもありがとう。かちゃん、今日夕方ステージがあるね。はい、かわいいね、みんなに見せなくて大丈夫。はい、またじゃあこの後ステージ頑張ってください。こともありがとう。さあ、それではこの後は13時30分から石田洋介さんのステージとなります。お時間までどうぞごゆっくりとお過ごしください。ただだいぶ暑くなってきましたね。皆さん、熱中症には十分に気をつけて、この後もお過ごしください。次のステージは13時30分からです。